皆さんこんにちは、司法書士の近藤でございます。今日はですね、司業全般がもうすでにオワコンなのかってことをちょっと考えてみたいと思います。最初にですね、僕は司業はもう不要であるって立場で話をしたいと思います。もう司業っていうのはもう役割を終えてるんだっていう立場で話をします。スタート。司業はですね、もうすでに5年あるいは10年前にその役割を終えています。司業の元々の役割ってのはこうです。まだ国民の一般レベルが低くて、ちゃんとした手続き、行政機関への手続き、あるいは訴訟、そういったものをちゃんと自分でやることができなかった。書類を作ることができない、手続きを理解することができない、あるいはちゃんとした文字が書けない。そこでですね、役所とか裁判所とかの間に立つ人、我々のことですよね。我々を養成して試験制度をやって、ちゃんとした書類を作る、ちゃんとした手続きを理解することができる人たちっていうのを選別する。で、その人たちに何とかし、弁護士、税理士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士、そういう司業っていうタイトルを与えて、国民と役所との間にそういう人たちを介する。で、そこ人たちを介して手続きをさせることによって、行政や機関だったりとか裁判所とかがわけのわかんない申請とかが来て困っちゃうってことがないように、円滑に進むようにってことで我々を要請した。これがもともとの役割である。で、じゃあ今はどうですか。今は国民のレベルってもう極めて高いです。実際に僕も感じます。やっぱりいろんな手続きがあって、お客さんの方から問い合わせがあった時にね、今もうネットで基本的にはもう調べられないことってほとんどないです。でも調査してね、自分が今後何をやるっていうことで銀行からこう言われてると、で自分でちょっと疑問があっていろいろ調べた、そういう人たちからこう問い合わせがあるとね、そこまで調べてるのかって思うぐらい突っ込んで調べてる方時々いらっしゃいます。これかつてはこうじゃなかったんです。昔はもう高い専門書っていうのは事務所にバッと並んでいて、あとは司法書士会とか法務局からこの手続きはこういうふうにしてくださいっていうものがあってすり合わせをしていた。そういうものっていうのはですね、外部の人がアクセスすることはできなかったんですよ。だから一般の人が自分でやってみようとか、この手続きどうなってるんだろうって調べる方法っていうのはなかったんです。僕らに頼む以外はもうやりようがなかったんですよ。で、それ今はもう違います。自分で調べることができる、そういう時代になった。で、そういうことによってですね、今はもう自分で調べることができますと。ですから間に何とか資産とかを返さずに直接やるってことがもう全然能力的にもできるじゃないかってことです。で、その時にもいろんなね、システムが必要だったりとか、書類をいっぱい作らなきゃいけない、それはね、ネットでいくらでもそういうサービスがありますよと。会社を設立したい、手続きを抹消したい、相続登記をしたい、会社の本店移転をしたい、称号変更したい、調べたらそういったことはね、無料で書類が作れるサービスっていうのも雨後の竹の子のごとく続々と出てきてます。非常に安い、あるいは無料でできます。無料でやるっていうところとかね、もう価格競争っていうのもそもそもからして割られたってもうできないわけです。安ければもう何でもいいと、多少内容が雑でもそれは構わないと、そういったことを許容できる人っていうのはもうそっちに一斉に流れてます。確かに会社の設立だったりとか簡単な役員変更ってものはおそらく我々司法書に頼むっていう率は年々下がってると思います。自分でやるっていうことになってますね。で、裁判ですね、そうですよね。なんかアメリカの方でこうなってるとかってニュースって聞こえてくるじゃないですか。訴訟とかもこうネットで簡単にできるような仕組みとかがアメリカの方では結構流行ってるだって、交通事故なんかとか、そうですね、そういったものがあるっていうのが聞こえてきます。ですから裁判でさえもう弁護士さんを介さずに自分でネットのサービスを使って、もともとね、裁判っていうのは弁護士さんが関与してる率っていうのはそれほど半分ぐらいなのかな、もっと低いのかな、それぐらいなんで自分でやる人っていうのは半分ぐらい以上いるわけですけど、そういったものもどんどんやりやすくなるよと。弁護士さんでさえ必要ないと。全部は全部そうじゃないですよ。簡単な訴訟に関してはってことですよね。そういう風になってます。で、あとはですね、我々がもう考えが硬すぎるっていうのがあると思います。もうお願いする、いやそれはできませんと、それこれこれこうしてもらわないと我々できませんよっていう風なことを言う場面がね、やっぱり我々ってどうしても出てくるんですよ。でそれはもう考えが硬すぎると、もう社会はもうものすごい勢いで動いてるんだ、それについてこれてないじゃないかっていう批判もあるかもしれないですね。そういった部分がある。で、今言ったものっていうのは多分全て正しいです。正しいです。本当に調べられるし、例えばね、
銀行さんだったりとか不動産屋さん、我々所属者に仕事を頼みます、抵当権を設定してほしい、抹消してほしい、所有権移転が今度ありますってことで私頼んでくる。でもね、もしかするとこう思ってるかもしれないです。我々が所有者に頼んでるのは司法書士法があって所有者にしか頼めないからであると。抵当権の設定なんかはこの住宅ローンセンターにね、銀行の住宅ローンセンターに専用の部署を作って、そこである程度要請をして、もともと所有者事務所に働いてた人とか、まあ、現役の所有者とかを採用して、そこでもう定型的に大量に内製するかすることっていうのはもう全然できるのに、所有者司法でそれができないから頼んでるだけだあると。不動産屋さんもそうです。そういうふうに所有者司法があるから頼んでる、何々法があるからその事業を使わなければいけない、それを使わないと犯罪になってしまうんです、だから頼んでるんだ、そうじゃなかったら頼みませんよって思ってるかもしれない。でまあこういうことってね、本当にそうなんですよ、確かに。でもじゃあ最後に何が残るのか、我々が何が残るのかっていうのはもうね、最後の最後突き詰めていったら高い職業倫理への信頼しかないと思います。僕らって何年かに一度呼ばれてその倫理研修って受けるんですよ。こういう事例があった時にあなたはどう考えるか、これ答えないんですね。2つに分かれるような問題になってます。私はこう思う、いや私はこう思う、その議論をぶつかわせる、戦わせるってことをね、丸一日やるんですよ、何年かに一度。そうするとね、やっぱりねすごいいろんなことを感じます。ああいう時はこういう風にもっとすればいいんだなとかってね、やっぱりね思うことがいっぱいあります。そういった研修をいっぱい受けてます。でやっぱりその司法書士として考えるべき道筋だったりとか、こういう風に考えなきゃいけないっていう、まあ、決まりがあります。でそれから外れたことをやるとやっぱり懲戒、業務停止処分を受けたりとか、まあ、その懲戒を受けるっていう可能性があるから、まあ、やらないわけです。それが結果ね、まあ、間違ったことはやらないっていう集団が日本に2万人いるわけです。登記に関して、司法書士に関して言えば、そういう人たちに頼むっていうのはやっぱそれは安心ですよ、安心。やっぱりね、その一般の、ね、ネットのサービスに頼めば安くできるかもしれない、早くできるかもしれない、便利かもしれない。でもそういったところはそういった倫理の研修は受けてません。ビジネスとしてお金を稼ぐためにやってるわけです。僕らは違います。お金になるからやるってことは考えはしません。こっちの方がお金になるからっていう判断で基準になるってことはね、僕ら絶対にないんですよ。その倫理上正しいかどうか、そのお客さんにとってそれがいいことかどうかっていう判断基準でしか物事は考えません。そこに対してどれだけ信頼してもらえるかってことなんです。ね、事業に対する信頼ってこれねすごいんですよ。ちょっと前に保険屋さん、生命保険の営業マンの方と話をしたんですけれども、まあ、一緒に同席して話を、お客さんと話をしたんですよ。で僕がね、その不動産どこに持ってますか、どことどこにこう持ってるって聞きます。でお金、金融資産いくらぐらいありますか、もうね全部教えてくれます。何々支店の何々銀行の何々支店と何々証券の何々支店にいくらいくつありますってこともね全部教えてくれるわけです。これはねもう教えてくれる人っていないです。相続の生前対策だったりとか、相続始まってね遺産がどんぐらいあるかってところもそうですけれども、ヒアリングをするわけです。どれぐらい資産を持ってるか、家族構成どうなのかってことを聞くわけです。それをね、初めて会ったあなたにはちょっと教えられませんとかっていう人はね一人もいないですよ。全員教えてくれます。でね、それを見てた保険屋さんがびっくりしてました。あんなに初めて会った僕に簡単にペラペラ喋ってくる。やっぱり保険屋さんだったりとか、まあ、銀行だったりとか不動産屋さんとかに自分が持ってる資産をね初めて会っていきなり全部言うって人ってやっぱなかなかいないと思います。ある程度信頼関係を作って、この人は信頼できるって思ってから少しずつこう開示していくってもんだと思うんです。でもね、事業には違いますよ。もう全て簡単に話をしてくれる。もちろん僕ら高度な守秘義務って載ってるので、誰かに口外するってことはもう絶対に口が裂けてもしないし、そういったものはもう僕らの中だけで手続きに必要な範囲でしか使わない。それにそういうことに対する信頼があるからですね。ですからその信頼、その信頼っていうのは僕らに残る最後の宝物だと思います。それ一生に一度のマイホーム購入、人生をかけての会社設立、こういったものをちゃんと間違いなくやりたいんだっていう時にはやっぱり司法書士、事業を頼みたいっていう方が、ね、一定数いるはずなんです。そういった信頼に応えるために僕らは日々勉強もするし、経験を蓄積するし、倫理の研修も受けるし、事務所内の体制を整えて絶対に間違ったことをしないようにってことを日々やってます。そういった信頼っていうのが僕らの最後に残る砦のところなのかなっていうのも思います。ですからね、
あの修行っていうのもやっぱりまだまだこれから10年20年先もきっとそういった意味での役割っていうのはあるんだろうなって僕は信じてやってます。今日はねちょっと長くなっちゃいましたけども、最後までお付き合いいただきありましょう。ありがとうございました。この動画面白いと思った方はぜひチャンネル登録、あとは高評価お願いします。ありがとうございました。